皆さんこんこにちは田中雅です前回はハビット私たちの無意識のの行動や習慣に焦点を当ててお話ししましまた私た私ちのハビットあるいは無意識の行動とか習慣っていうのはこれまで何度も何度も繰り返してきた行動によって身につけたものであってそして新しい行動とか習慣を身につけたいときにはまさにそのデータを置き換えるように新しい行動にどんどん慣れていく必要があるっていうことをお話ししました。 でそのエッセンスとしてはこれまでに繰り返されたものに私たちは慣れ親しんでいるあるいはそれがモデルあるいは無意識の中にある自己イメージって言ってもいいかもしれないですけれどもそういったものを形成していてなかなか新しいデータが少し入ってきただけでは置き換わらない何度も何度も新しいデータを入れていくことによってその無意識の行動っていうものが置き換わっていくっていうところが大事な点でした。 で前回はそのかなり行動とか実際に体を動かすっていうところを焦点に当てたんですが、今回はより抽象度を少し上げて信念の部分、まあ、ビリーフっていうふうに呼ばれている部分についてあの少し考えてみたいと思います。あのコーチングでいうビリーフあるいは心理学でいうビリーフっていうのは、うん、あの日常用語でいう信念っていうよりももうちょっと広い感じなんですね。あの日常で信念っていうと私たち私はこういうことを信念として持っていますっていうような すごく、うん、何か主義とか主張に関連することかもしれないですけれども心理学で言ってる信念というのはもう少し広い意味で例えば常識例えば朝挨拶するものだとか、うん、あるいはあの年上の人を尊重するべきだとかもういろんなそういった常識とか文化的なものも含めてありとあらゆるこういうものだ世の中はこういうものだとか社会ではこうすべきだっていうものを全部含んだものが信念です。 ビリーフっていうふうに呼ばれています。で、これも少し考えてみると、小さい頃から。まあ、周りの大人。ですね、おと、あの、親とか先生とかを通じて。何度も何度も言われてきたこと。そして、実際に自分がそういうふうに振る舞う中で。あ、こういうふうにすればいいんだなっていう。中で、繰り返し身につけてきた後天的なものですよね。なので、生まれ持って、そういったものを持ってきたことではない。どんどん、うん、大人になっていく過程で。 いろんな経験まあ、脳にとってはデータを繰り返し入力されることによって、何らかのモデルが出来上がってるっていう風に考えることができます。これはまさに何度も繰り返し練習したことによって楽器が弾けるようになったりとか、ラケットがうまく触れるようになったりとかっていうのと、あまり構造的には変わらないわけですね。で、コーチングでは？ じゃあ信念はどういうふういいに形成されるかというと私たちの「思考考が積み重なっててて信念を形成しいいいるという,ふうに考えていますでハビット」の場合は行動が繰り返された結果無意識の行動になったそれに対して私たちの「まあ、世界はこういうものだ」とか「世の中はこういうものだ」っていう信念は繰り返し繰り返しもちろん経験も含みますけども思考をすることを通じて積み重なって出来上がったものなんですね。 とということはハビットを置き換える時と同じでもし自分が何らかの現状の外のゴールに向かいたい時にあこの信念が少し邪魔をしているなとかあるいは全く新しい信念が必要だなといった時にどうやって身につけていけばいいかあるいは置き換えていけばいいかというと繰り返しその信念に対応した思考を繰り返していけばいいっていうことでもあるんですね。 逆に繰り返してしまえばどんどん置き換わっていくっていうすごくシンプルな仕組みになっています。あのすごく自分が信じていることとか今までの常識を置き換えるのが大変だなっていうふうにあの感じるかもしれないですけど、それは多分その信念そのものに介入しようとすると結構大変な感じがしてしまう。でも信念で出来上がってるものは結果に過ぎないんですね。繰り返し思考されたものが積み重なってできたもの。 であるなら思考しているものが変わってしまえば積み重なって出来上がっていくあるいは維持されているものも自然と変化してしまうんですねなのでコーチングではすごく思考であったりとかまあその思考の重要な一面であるセルフトークというのをすごく重視していますまさに私たちの,この無意識の間にずっと繰り返しているまこういった動画を見ていたりとか まあ普段いろんな行動をしていても自然と出てくるセルフトークっていうのがずっと反数されているでそれは意識にあげようと思えば意識にあげられるところですけれどもそのセルフトークが積み重なることによって信念だったたりり私たちの自己イメージととかリアリアティが作られているっているうことになりますじゃあそのセルフトークをどうやって置き換えていけばいいかっていうのがあの大事になってくるわけですけどまずは意識に上げて。 しっっかり置き換えていくっていいくくう作業もすすごく大事です実際に自分がこういう風になっていくこういうことをできるようになりたいっていう風な映像に合わせたセルフトークになっているかっていうのが一つポイントですね。現状ががまだできててなないいいこういうのが変化してないっていうのを繰り返していればちゃんと変化してない状態っていうのが維持される。でも現在進行形でまさに自分はすでにこうしている。 あるいは自分はこういう人だこうやっているっていうセルフトークが繰り返されればまさにそういった信念だったり自己イメージができて自然とそういうふうになっていくわけですね。でも意識的に置き換えることって言ってもセルフトークってずっと無意識にしているのでそれをどんどん置き換えるって大変じゃないかなっていうふうに少し感じるかもしれません。で実はそこでポイントになってくるのが ゴール設定であったりとかあるいはアファメーションの話になってくるんですねまあアファメーションって何のためにするかというと臨場感を作るためゴールを実現している自己イメージの臨場感を高める技術ですけど別の側面から見ると自分が取り入れていきたいセルフトークを意識的に取り入れていくプロセスそのものなんですねなので私は何々しているとか私は何々を達成しているって言ったものを 繰り返すっていうのはそのそれ自体も効果あるんですけどそれ以上に無意識に繰り返しているセルフトークを置き換えてしまえば無意識に任せておいても勝手に繰り返してくれるそれによって信念だったり自己イメージも置き換わっていくわけですよねなので実はアファメーションってなんかこう言葉を使って特殊なことをしているようななんか印象を受けるかもしれないですけど実際はセルフトークをマネージしているっていう側面がすごく大きいんですね でそれが置き換わってしまえば無意識が繰り返しているセルフトークによって勝手にどんどん未来の臨場感が上がっていくっていうそういった役割になってます。でもう一つはやっぱりゴール設定がすごく大事なんでかというとセルフトークのいいい悪いって特に実際はないんですよねもちろん何かネガティブなセルフトークをまずやめましょうっていうのはあるんですけどそれも。 なんか変化したいっていうことに関して妨げになってるから変えていくというだけで別にセルフトークそれ自体は単に繰り返されてる思考であって言葉なので別に善悪があるわけでもないでもっと言えば何がポジティブで何がネガティブかっていうのもそれは絶対的なものがあるというよりも自分がやっていきたいことの臨場感を高めるものか下げるものか。 反対方向に行ってしまうものかっていうことで判断されるものなんですね。なので、過去に置き換えたセルフトークがさらに先のゴールに向かっていく時にはかえってあの妨げになっている場合もそれはあの普通にありますで、それも新しいゴールに合わせてどんどんセルフトークを置き換えていけば。いいわけですね。まあ、そういった基準となるゴールがまずあるということ。 でそしてそれに合わせて気づいたらどんどん置き換えていくそして繰り返し繰り返し変化させていくことによって気づいたら習慣が置き換わっているのと同じように気づいたら信念だったり自己イメージが置き換わっているそして信念や自己イメージが置き換わればもう自然とコンフォートゾーンが変化するので、まあ、無意識にそちらの方に私たちは変化していくことができるあるいは現実を変えていくことができるというふうなそういった流れになってきます。でですので まあ何を自分は繰り返しイメージしているかあるいは繰り返し言葉としてアファームしているか自分自身に語りかけているかということを、まあ、そういった視点からもぜひあの点検してみていただければなというふうに思います。